お前が女王の推薦で舞台に合流したこの野郎か。すごいね、幸先いいね。メイリンちゃん、表情豊かですね。いや、もう可愛いね。このミニキャラの状態で可愛いっていう。もうカメラモードで近づきたい。ちょっとクレイさん邪魔です。メイリン、一体どういう状況だ？未確認生体反応を感知しました。急接近しています。大体予想はつくな。このくらいのスピードで接近してくるやつを一度だけ見たことがある。アーロン先輩のファンクラブ。なんかこの SS 撮ったよみたいな感じにちょっとシュールですね。進行してみたみたいな。進行はなるみたいな。ジョディもそれを望んでいるだろう。ちょっと待った。ここでジョディの名前が出てくるっていうね。まるで今はナギみたいな言い方ですけど。やっぱり？コンドールに会う。おう。いや、ごっつ。あれ？この人、ムービーにも出てたね。あ、つかみんな出てたのかな？お前が女王の推薦で舞台に合流したこの野郎か。すごいね、幸先いいね。この野郎。は、バカな。俺が若かった頃は推薦されて任務に参加するなんてありえなかったからな。実力勝負だよ。これだから最近の若者は。もしかして、金鋭部長コンドール様ですか？それを知ってどうする？ああ、とても頼もしくて大きな背中がまさに金鋭部長で、もし金鋭部長ご本人でなければ、トライア金鋭隊にお連れして担当官にしてほしいと言いたかったのです。うまいこと言ってんのか、これは。うん？がははは。若いのに見る目があるな。ちょろいぞ。そうだ、俺が金鋭部長のコンドールだ。メイクロ連合のトライア金鋭隊担当官を任された。フレイ野郎に、金鋭隊長を引き継いで、まだ数年しか経っていないのに、我が席を外したらすぐに事件だ。事故だ。しかもフレイのやつ、トライア進行後に、メイクロ連合だかに参加すると言うから、一言言ってやったんだ。金鋭隊長がトライアと女王から離れるだって？俺が若かった頃はそんなこと考えもしなかったぞ。それで仕方なくだ。このコンドールがフレイに代わってトライア金鋭隊担当官として舞台に合流するしかなかったんだ。一回引いた人なんですかね。さすがです。世渡り上手。このもう俺の側近になりたがっているのか。ガハハハ。てんてんてん。まあ俺の側近として出世したいならトライア金鋭隊が行う任務目標については熟知しておくんだな。我が金鋭隊はトライアのみならず、ワールドを隅々まで守護し、不足物資を支援する任務を担当している。お前がいろんな生活技術を扱えるなら随分助かるな。あ、なんか、各担当によってカテゴリーが違う感じなんですかね。お前の行動を見極めた後、俺の側近にするかどうか考えよう。任務が始まったらしっかり見させてもらうからな。もし他の担当官たちに挨拶回りをしているなら、お前のような若いやつが橋の方で艦船を見物しているからそっちに行ってみるんだな。そいつが秘密騎士団の担当官だ。あいつ、コートを肩にかけて外見ばかり気にしやがってよ。金鋭隊服装規則に違反してるぞ。あら、この調子で喋るのかな？結構長いっすね。メイソンに会う。もう、でけえなー。なんか、話してこいと言いつつ、実は説明を受けてたっていうあれですね。メイソン、くん？わお。スカイフォートですか。やりますね。人間の力でもこんなものが作れるようになったとは。しかし、我が騎士団本部、プロビデンスの目に比べれば可愛い大きさでしょう。プロビデンスの目は光の神様が作られたものですから。秘密騎士団の担当官ですか。秘密騎士団。確かに僕たちはそう呼ばれていました。正式にご挨拶させていただきます。
ルミナイツの担当官、新刊騎士メイソンです。ルミナイツ秘密騎士団の正式名称です。9等級の秘密維持が解除され、これから秘密騎士団は正式名称のルミナイツを公開することにしました。今までルミナイツは神秘主義の影に隠れ、世界を観察し介入しないようにしていました。過去、光と闇の戦争の時もそうだったように。しかしこれからは違います。過ちを正す騎士団高等意識部の決定を支持します。これから我がルミナイツは連合とともにシャドウワールドを調査し、メイプルワールドのあちこちで闇のエネルギーを防御する予定です。任務が始まりましたらよろしくお願いします。艦長はどこにいるのですか？ここを通って通路の端に行ってみてください。では僕はこれで、でさっきの艦長のとこに行くのかな。今ので全員 EP が必要です。ブリーチャーさん、連合はこれからも前進あるのみだ。トライア海軍の中心、ん？何か用でも？ああ、先ほどご挨拶ができなかったので。ふむ、気にしているとは。よく来てくれた暗黒者。あ、ちょっと笑った。トライア海軍所属ブリーチェ・マティーニ大佐だ。ん？今ちょっと優しかったような。ねえ、口元変わりましたよね。怖い人じゃなかったっけ？あれ？予想してた反応じゃない？ん？話はそれで終わりか？それが、各勢力の担当官に会い、該当勢力の任務について話していました。メイプル連合についても気になります。と、顔に書いてあるが、違うようだな。独身術？いえ、それで合ってます。ふむ、大きな任務を控えて緊張しているようだな。メイプル連合は各勢力の連合機関だが、メイプル連合だけで独立された任務を担当する予定だ。おそらく艦長直属の命令がほとんどだろう。他の勢力の管轄外にある特殊任務、メイプルワールドの危険地域を探索したり、艦船の開始型武器をテストしたり、時にはダンジョンへ投入されたりだな。もちろん君に任務を担当する資格があればのことだ。女王に推薦された人材だからといって私に認められたと思うな。私は自分が認めていない人間を艦隊に置きたくはない。よってスカイフォートレスが離陸次第真っ先に隊員任務評価手続きを実施する予定だ。君に各勢力の任務を遂行する資格があるかテストするのだ。ふむ、緊張しているのに余計なことを言ってしまったようだな。ある意味力が抜けました。よかったな。では話はこのくらいにしておこう。メイリン副官に離陸準備状況を聞いてから動くように。以上。かっこいい。次はメイリンに会う。ここは飛べる？飛べるね。メイリンちゃん、表情豊かですね。いやもう可愛いの、このミニキャラの状態で可愛いっていう。もうカメラモードで近づきたい。ちょっとフエさん邪魔です。最後にしばらく、いや可愛い。しばらくの間、グリーンフッドは主要戦闘任務の優先順位を低くし、他の勢力とメイプル連合を支援する任務を行う予定です。メイリンちゃん担当はグリーンフッドなのかな。では先ほど話していた、マビューレーダーシステムがグリーンフードの担当だろうな。もしかしてずっと喋ってたの？すごいね、フレイさん。よく覚えていますね。フレイ、まさか軍事マニアだったとはな。付き合ってたな、アロンさんも。だから軍人になったのかも。オスカルさんも付き合ってたのね。スカイフォートレスのマビューレーかな？ MA ビューレーダーシステムは私のデータパッドとも連動しています。ちょうどテストしていたところですが、ご覧になりますか？お、タイミングよくレーダーが何かを感知したようですね。この赤い点がレーダー反応です。
味方でない生体反応は赤で。待て、めっちゃ真っ赤だけど。どうして赤い点が？おっと、赤くなりましたよ。これあのダンジョンに入る時の曲ですけど、ワクワクしてきますね。いいお時間だな。でもやっちゃいましょうか。メイリン、一体どういう状況だ？未確認生体反応を感知しました。急接近しています。大体予想はつくな。このくらいのスピードで接近してくるやつを一度だけ見たことがある。アーロン先輩のファンクラブ。この子、メイリン君、メイソン君は冗談を言える子だったんですね。アーロン先輩のファンクラブ。アーロンさんって、ああ、あの青い騎士の方か。ファンクラブあったんですね。てんてんてん。てんてんてん。あの人、誰の推薦だったっけ？早速危ういですね。ね、メイソン、こんな状況でくだらない話はよしてくれ。実際に見たらくだらないなんて言えないですよ。ふむ、相当やばいんですかね。あ、感知スキャナーから画像転送中です。これは？なんかこの、SS 撮ったよみたいな感じにちょっとシュールですね。進行してみたみたいな、進行なのみたいな。ログスか、きっとカトファーンから情報を得たはず。艦長、敵の数が多すぎるぞ。今の兵力じゃあいつらを倒せない。きっと奴らの目撃はスカイフォートレスの目的かな。目的はスカイフォートレスの強奪だとすれば、あえてこっちから撃退しなくても良さそうだ。手の届かないところへ行ってやろう。諸君、緊急離陸準備。メイリン、艦船の状態は？リアクターチャージ 60% 完了。もう少し時間が必要です、艦長。時間は好きなだけ稼いでやる。かっこいい。我々も名前だけで隊長をやっているわけではないんだよ、メイリン。暗黒者もいるから心配することないぞ、副官。ブリーフィングはまた聞きに来る。まだ聞くんだ。暗黒ちゃん、みんな自信満々に言っていたが、きっと厳しい戦闘になるだろう。しかし、トライア城壁で倒れた船員のためにも、艦船を守らなければならないんだ。ジョディもそれを望んでいるだろう。ちょっと待った。ここでジョディの名前が出てくるっていうね。まるで、今はナギみたいな言い方ですけど、やっぱり？必ず守ります。重いぞ、言葉が。よし、行くぞ。スカイフォートレス出航準備が 1%、2%。 研究員たちが出航の準備を完了できるように保護してください。あれ、これ何のゲームだっけ。殲滅の光。はあ、突然別ゲームみたいになってる。これ倒すのなんか矢印書いてあるな。殲滅の光、神様のご加護。 DP が足りません。研究員を助けようって。殲滅の光、殲滅の光。ガリ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 しなくていい。殲滅の光、敵が近づくと殲滅の光。あれなのか。 EP が必要です。研究員が立っていれば大丈夫で、そっちに行かせないようにすればいい感じですかね。負傷兵を置いていくわけにはいかない。殲滅の光、彼らのケアも出航準備であることを忘れるな。殲滅の光、消えてください。かっこいい、かっこいいんだけど、上から飛んでくるからどうしたのか。マップ上はあるんだけど、すげえピョンピョンしてんな。あっちか。 EP が足りません。別に制限時間はなさそう。はあ、どっか飛んでった。反応炉の近くで爆発物が感知されました。今すぐ除去してください。制限時間内に爆弾を除去できない。消えてください。すごく痛い思いをするでしょう。マジかよ。 EP が必要です。光があなたと共にあらんこと。爆弾どこ行った。あ、待って、あっちか。急げ急げ。聖なる力よ、殲滅の光。神様の元へ。
可愛い爆弾だな。あ、エッセンスだ。嬉しい。殲滅の光、あなたのために祈ります。ここに神様の祝福を。感動炉の安全確保。今からは別の場所を支援してください。敵が多いね。あ、上から湧いてんのか。殲滅の光、殲滅の光、殲滅の光、消えてください、消えてください。 SP が必要です。神と共にあらんこと。次はどこだ。殲滅の光、消えてください、殲滅の光、殲滅の光。治療する。シャドウクロウ、カドバン、君の努力を無駄にはしたくなかったが、俺のものになれないなら、なんとか。これやっぱムービーで流れてましたね。ロブス、感染エンジンを無力化させろ。エンジンが露出されることを待っていた。殲滅の光、全員消えてください。直ちにエンジンを保護せよ。直ちにエンジンを保護せろ。保護せよ。どこ？どこだい？どこかい？やめてー。殲滅の光、シャドウクロー、殲滅の光、消えてください。すげえ殴られてる。殲滅の光、殲滅の光、消えてください。殲滅の光、殲滅の光、消えてください。実行準備完了。やめて。皆さん速やかにご登場ください。速やかにご登場。お、ここでムービーが流れるんですかね。スカイフォートレスはまだなのか。これテロップが表示されてますね。これはまた高画質は見ていただくということで飛ばそうかな。1時間後、メイプルワールドの上空、スカイフォートです。ということでムービーが流れましたね。あちらはね、高画質なものが見れると思いますので、公式サイトとかを見ていただければと思いますね。スカイフォートレス、離陸に成功したのか。いや、いい年してワクワクしちゃいますね。でもやっぱいい年した人が本気で楽しむとね、それよりもちっちゃい子たちがもっと本気で楽しめるので楽しんでいきましょう。ということで、すごいでかいっすね。移動して入ればいいのかな。スカイフォートレス第一環境、連合作戦統制室。こういう、なんていうんですかね、厳かな統率された環境っていうのはとっても好きですね。で、ブリーチェさんと会話すればいいのかな。メリンちゃんかわいい。暗黒茶さん、ご無事でしたね。最後の輸送機だったのか、全員無事のようだな。これで主人公亡くなってたらどうしたんですかね。一体何があったのですか。艦砲が発射されたようですが、目を開けたら感染だった。俺にも何があったのかわからないんだ。どういうこと。なんとか生き残ったようだな。騎士の意志が爆発を防いだおかげか。最後ナイトの職業がなんかバリア張る映像流れてましたね。もちろんあのシールドも役に立ちましたが、本物の艦砲だったら無事ではいられなかったでしょう。本物じゃなかったの。 XR 級プロトタイプモデル、非殺傷型気化爆竹弾、ニコちゃんマーク書いてある。敵に使った砲弾は派手なだけで破壊力の低い武力 C 用でいいのかな。はい、武力 G 用の武器ですですね。ああ、メインに副官が話していたあの砲弾か。気圧と風圧だけで大規模な衝撃波を作るという。フレイさん、完全にオタクになってますね。素敵。はい、その武器です。一言で言うと、少し怖い花火ですね。メイリン、あんたもやられてみたい？花火を人に発射したら痛いでしょ？普通の人間なら痛いでしょう。しかし、新艦級の騎士には少しチクッとするだけです。
チクッとはしたんですね。はいはい、でしょうね。まあ、奴らが一目散に逃げたところを見ると、悪くはない作戦だったようだ。お前の活躍もすごかったぞ、暗黒ちゃん。あんな大勢の敵を相手に冷静に戦闘をするとは。ご苦労様、少し休むといい。しかし、ブリーチェ艦長の考え方は少し違うようだ。当然のことを、こんな時こそしっかり準備しておかなければなりません。隊長方も急いでトライアに向かい、女王に状況を報告してください。艦船は安全だが、メイプルワールドはより危険になった。確かにその通りだ。敵はトライアの攻撃をより大胆になっている。みんな急ごう。暗黒茶、残念ながら君も休んでいる暇はなさそうだな。艦船の軌道が安定したら予定通り隊員任務評価を実施する予定だ。こんなことがあったからといって多めに見てもらえると思わないように。こういう状況であればあるほど我々は君をより徹底的に評価する。つい先ほどメイプルワールドの危機数値が数段上がったようでな。その分より有能な隊員が必要だということだ。暗黒茶、ブリーチェ隊長と隊員に認められることは成長の印だ。必ず艦隊に必要な人物になるんだ。ふむ、レノン以外の人にこんなことを言うことになるとは。でも言いたいことは言わなければ。レノンってあの子ですね。なんか疑われてた子ですね。幸運を祈る、友よ。隊員評価手続きを開始させていただきます。おう、ここで共通チャンネルに入るんですね。ではでは、ここで一旦切りましょうか。やっぱり盛り上がってますね。ではでは、次からはちょっとずつやっていきましょう。こんな人がたくさんいても私は堂々と F2 をやっていきましょう。では以上、抹茶でした。バイバーイ。